始まりました。ダンサートーク MC のさやかです。よろしくお願いします。東京に行かなくていいというサムネタイトルをね、今回見て、どういうことと思ってクリックしてくれた人が多いと思うんですけれども、この東京に行かんでもええねんっていうのは、さやかが発言したことじゃございません。はい。私じゃなくてですね、あるダンサーの子がこれを発言していたんですね。で、それに私もびっくらこいて、と思って、ダンサートークではね、過去毎月ゲストダンサーをお呼びして、いろんな話をしてますけども、まあ多くは関西出身、まあ地方から東京に出てきたおかげで、いろんなバックダンサーだったり、こう華やかなお仕事がいただけて成功していたっていう方がね、多かった。まあ私も含めですけど、そういうお仕事ができたっていう方がやっぱ多かったので、じゃあこの東京行かなくていいっていう発言は、じゃあ誰がしたんって言ったら、実はこのダンサーさんね、私もね、ちょっと勉強不足で知らなかったんですけど、ユリナジアさんというダンサーの方なんですよね。知ってる？みんな知ってた？そんなん知ってた？私が勉強不足なだけよね、多分。結構 YouTube のチャンネル登録者数ももう私なんかよりバリバリおるし、ネット上ですごいこう有名に拡散されてる方でございました。この方が言ってたんですね。皆さん、セブンルールっていうドキュメンタリー番組知ってますか？そう、私1本目の自己紹介動画でドキュメンタリーが好きなんですって話してると思うんですけど、セブンルールっていうやつもめっちゃ好きで、いつも洗濯物をね、こう畳みながらこう見てるんですけど、ダンサーが紹介されてる、まあ、富岡高校で、ダンス部を指導されてた茜とかもね、この番組に出演してたりもしたんですけど、あ、またダンサーが出てる、誰だろうと思ったら知らない子だったんですよ。すごいダンス動画がバズっている、まあ、そのフォロワー数であったり登録者数であったりの影響を受けて、もう振り付け以来もうお仕事がとにかく殺到してると。今 GU のCM 振り付けだったりとか、あとシンガーソングライターのゆうりさんのミュージックビデオとかに出てね、話題になったダンサーの方みたいなんですけど、ちょっとね、ジェネレーションが違うから本当になんで知らんのって思われてたらなんかごめんなさいね。それはね、本当に勉強不足でございまして、ちょっとね、髪型とかもうこれボーイッシュというか、ちょっとこう個性的な感じ、こう独特な感じやし、メディア系の振り付けをしてるんだけども、結構なんかこうストリート要素もすごい強いというか、まあだから、ね、調べたらやっぱジャパンダンスディライトとかもやっぱりこう出てたりとかするような、やっぱこうストリート色もあるダンサーの子だったんですけど、東京のお仕事して注目されてるから東京の子なんかなって思ったら、どうやら福岡の子みたいで、福岡出身かなと思ったらそれもまた違くて、福岡に住んでんねんって、現在もなお。YouTube4 万人以上か。4万人以上登録者がいて、ホームページとかもいろいろ見てもらったらわかるんですけど、すごいんですよ、フォロワー数が。なんか私、TikTok とかでも多分出てきたわ、なんかこの子。TikTok よくわかってないんですけど。すごいんですよね。なんかパッパッパって出てくる人って、これ人気動画の人じゃないと出てこないんですよね。そうそう、それだけだったらね、ふんふんって洗濯物たたんで終わってたかもしれん。でも映像流れてきてびっくりしたのが、お家に帰ります、ただいまみたいな、密着やからね、お家まで来るわカメラも。でお家帰ったら子供がね2人てててっているんですよ。で子供にこう味噌汁よそってあげて食べさせてあげてるみたいな映像がふっぱって流れて、あれ若い子やろうから、多分こう実家に暮らしてて、なんか甥っ子か姪っ子のお世話してるんかなって思ったら、実の子供で、と思って、あ、ママなのっていう、もう本当にこれもまたギャップ、本当びっくりしたんやけど、えみたいな、こういうなんかこうクールでボーイッシュで、あ、なんか今時のちょっとこうモダンな感じのかっこいいなんか若者なんかなって思ったら、ママびっくりして、で一回止まるわな。ちょっと待って、ママダンサーやんかみたいな。でもダンサートークといえばママダンサーやんか、だからもうそっから見ちゃって、ちょっと待って、この方やママダンサーやんと思って、もうそこが共感しまくりやんか。旦那さんもダンサーさんみたいな、ご夫婦若いと28歳って紹介されてましたね。だから全然年下なんですけど、若いダンサーの夫婦でもう2人お子さんいらっしゃって、東京じゃなくて福岡のダンス教室で教えてるものを毎週録画して毎週上げるっていう作業ね、 YouTube でしてるみたいで、その動画がすごいこう好評だと。出してる動画見てみたらもうね、6万回回ってるやつとかあるけども、だいたい2万以上は回ってるね。3万4万とか、
もうすごいよ、この何万回回るって1万回るだけでもすごいからね。あの私のダンサーとか見てもらったら分かると思うけど、もう5000回すら回せてないからね。すごいのよ、この何万回再生をずっと出し続けてるっていうの。まあ、こういうね YouTube を定期的に上げられてる、で地方から福岡からこれを毎週発信してるっていうところに、オファーが来て、ね、東京に仕事に行くと、で一緒に生徒さんと出演するとかね。多分そのゆりさんの、ミュージックビデオとかはソロで出てたのかなと思うんですけど、地元は離れたくないみたいな。そう、まあそれの、経験と実績があるからこそだと思うんですけども、生徒さんとかもインタビューされるじゃないですか。もうその生徒さんの中でもね、やっぱり東京に行かなくても有名になれるんだ、ダンサーとして活動できるんだっていうのをゆりなじゃさんが教えてくれたっていうのをおっしゃってて、ちょっと衝撃というか、新時代来たみたいなこれぞコロナ禍が生んだというか、本当に日本のどこにいようが、前回ソロトークで紹介したダンスワンプロジェクトとかもそうですけど、もう日本全国どこにいようが、まあ、世界中どこにいようが、本当にこの携帯、私ね、いつも携帯スマホで撮ってますけど、このスマホ1個で世界に、日本全国に発信できる時代なんだなっていうのを、新世代のダンサーの子やと思って、ちょっとね、もう衝撃やったというか、私が中学生、高校生ぐらいの時にあった携帯って、やっぱり、あの、ガラケーなんですよ。パカッとするやつな。中学生の時に初めて持った携帯って白黒やったよ。白黒の、こう、カチャってして、パチパチパチって打つやつ、やったんですよ。それもパニクルのウォークの画面にしてましたけど、で今のやっぱ10代の子、高校生の子とかが持ってるものがやっぱスマホだったりするわけじゃないですか。とか、まあ家にパソコンがあるとかね。やっぱりダンスワンプロジェクトでスッキリのね演者さんとかも言ってましたけど、映像を撮ることのクオリティと、そこからの動画を編集するクオリティ、そしてそれをワンポチで全国へ発信できるこの便利さの時代に生まれた子たちだから、やっぱりそれは確かに実現可能なんや。私らの時代みたいにアメリカに行かな、やっぱ世界的に活躍できへんとか、東京に行かな、ダンサーの仕事もないんやっていう時代とはちょっとやっぱもう変化しまくってるっていうのが、もう如実にこうあらわになってるというか、この世代ジェネレーションギャップみたいなのがもうあらわになってしまってるという衝撃でしたね。私にね、すごいこう進路相談の DM とかをあの寄せて、まあ、受験時期やからね、結構この時期どうしたらいいですか、どういう専門学校に行ったらいいですか、地方に行った方がいいですか、東京に行った方がいいですかとかね、こうどんなオーディションを受けた方がいいですかとか、なんかこういろいろね、進路相談センターみたいにこう DM が来るんですけど、その詳しくないよ全然。自分の生きてきたたった一個の人生の道しか私は知らないので、その詳しくないんですけども、まあね、進路相談はもういろんな先輩に聞いてくれてもいいんですけど、これはね、私もみんなに紹介したかった、その受験生これからダンサーとしての進路を来年どうしようかなって思ってる子に、これはちょっと紹介したかった。もうあなたたちの時代はニュースタンダード出てきてるよっていう、これぞ多分自己プロデュース力っていうやつですよね。自分のことを自分でプロデュースして発信する力も同時に身につける、スマホでできてしまう、パソコンでできてしまうとかね、そういう時代になっちょるわっていう便利な時代そういうのは多分私より10代20代お若い皆さんの方が上手に使いこなせると思うから、まあ、ダンスの技術を、もちろん技術は磨くんですけれども、こういう自己プロデュース力、ファッションであったり、動画の配信の仕方、 SNS の使い方だったりっていうのはね、なんか新しいこう成功の仕方っていうのを生み出した子なんじゃないかなっていうのはね。しかもママ28歳で2人の可愛いお子さんのママでもあると衝撃だったんだけど、これはダンサートーク見てる人にお伝えしなきゃと思って、結構ね、私は東京におらな、そういうパッてオーディションがある時も受けに行かれへんしとか、まああると思うよ実際ね、明日オーディション来れるっていう、ので最初で行きますっていうのはやっぱり30分ぐらいできるわっていう距離にある東京の子が有利かもしれないですけども、コロナが生んだものがね、やっぱ冬ばっかりじゃなかったですね。すごい新しいものを機に急成長させたなっていうのが出たんじゃないかと思います。すいません、今日ずっと鼻声で申し訳なかったですけども、なんかくしゃみが止まらなくて、鼻炎アレルギーすごい持ってる人なので急にマイクつけましたけども、そうこれね、旦那が
誕生日プレゼントでマイクくれてテストしようと思って、テストも含めて今回の動画撮ろうと思ったのにずっとつけ忘れてた。ごめんなさい。この後半になってつけ出すっていう。今回のね、サムネタイトルにありました、東京行かなくていいって言ったのはですね、セブンルールで東京に行かなくてもダンサーとして仕事できるよっていうのを見て、こう洗濯物を畳みながら、えって衝撃だったので、ゆりなじやさん見てって紹介したかった。ぜひともみんな発信できるよ、どこにいても自分のことがっていうね、まあそのためのスキルはもちろん磨かないといけなかったりもするんですけれども、すいません、勝手に面識ないのにすごい今日ペラペラいろいろ喋ってしまいましたけども、ゆりなじやさんの方の活動もね、楽しみにぜひ見ていってください。そういう新しい世代、こう今現役で活躍している女性ダンサーの人が将来ママになった時とかに、こういうダンサートークとかでおしゃべりできたらええなとも思うので、まあ新世代のね、そういういろんなやり方、ママになろうがどこに住もうがダンスはこういうやり方でできるじゃんっていうね、そういう素敵な方法とかをね、どんどんシェアしていけたら、やっぱダンサートークっぽいなって私は勝手に思ってるのでママの共感力だったり、ママの察知能力だったり、そのもうママダンサーってすごい掛け算ですごい人がどんどん誕生するって私は思ってるので、今回のね、このゆりなじやさんの活動はすごい私はもうびっくりしました。表にね出てないだけで、もういろんなママダンサー多分いっぱいいると思うので、なるべくポジティブな気持ちで発信していきたいなと思っているのでね、みんなでね、こう喋りながらダンサートークしながらですね、このシーンを一緒に盛り上げていっていけたらいいなと思うので、ぜひねチャンネル登録いただいて、いろいろね皆さんコメント欄とかでコミュニケーションが本当は取れたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひ拡散シェアもよろしくお願いいたします。ほな、またなー。